九龍、九龍、九龍、クーロン、カウロン、カントン語、ゴーラン、カウルーン、英語、カウルン、ジューロン、北京語、ジロングは、香港特別行政区領内に位置する、市街地の一地域名を指す。1860年に締結された、北京条約において、当時の中国の政権であった新国からイギリスに、割譲された地域で、 旧流半島のうち現在の境限外より南側を指す。ただし現在の日常の用語としては、新旧流と呼ばれる新興市街地を含む場合もある。1842年、アヘン戦争後に締結された南京条約で、新国からイギリスに割上された香港島に次いで、イギリスの植民地となる。1997年7月1日午前0時を、 もって、イギリス領香港の他地域と共に、中華人民共和国へ返還された。九龍の歴史や気候、市街の概要などに関しては香港、または香港の歴史の項を参照。九龍の古称についての由来は、諸説ある。宋の妖皇帝が、周囲の八つの山の形を、龍の頭と名ぞらえて、自分を足して、九龍と名付けた、説。 周りの九つの山から竜が降りてきて永遠に発展する地になるという風水から来た説、九人兄弟の漁師が波打ち材で遊んでいたところ、竜に変化してしまいこの地を見守る役割をするようになったという説、この地にかつて竜という名の家族が九人住んでいたという説等がある。どの説も物語的であり明確な理由はおしはかれないが、 という字は中国ではと音が通じることから永遠、あるいは永久を意味し、そのためにめでたいものだとされる。またも、同様に風水によれは非常に縁起の良い想像上の動物として知られている。このことから九龍という地名は、比類なく幸福な名前であると解釈することもできよう。これらの説に出てくる山が、どの山を指すのかということについてはいくつか説があるが、 主なものは以下の通りである。日本では、九龍の呼び名を空論と読む場合があるが、これは日本語の側から九龍を呼称したピジン内し、兵隊品語が元となっており、香港でこの呼び方をしても、現地では、まず通じない。この種のすれ違いは、同じ漢字文化圏であるあるが、ゆえの問題であり、北京や南京など、日本風に読めば、現地では通じない単語の例である。 九流の場合、空日本語で九を数える時の続音。本来は、クロ論は、関東語で流を読んだ時の音である、LNG、またはラングから来ていると考えられるが、系統の違う二つの音が組み合わさる、必然性はない。なお、ベトナム語では、メコン川のことを、ソングクロング、滝ンクーロンと呼ぶが、空ンの部分を漢字で書くと、九流となる。 漢字表記について、正式な字体は、九流だが、日本では、流の文字は、旧字体にあたり、加えて、常用漢字ではないため、学習用地図などの地図帳や日本の新聞記事では、しばしば、九流と表記されている。九流市街の行政区分は、以下の通り、立法会選挙では、九流市街を、以下の二つの選挙区に分けている。本校冒頭にある通り、 本来の意味での九流は、九流半島先端の地アッチから深海との境目である境原町までの地域を指していたが、深海の一部地域を新九流として広い意味での九流に含める場合がある。歴史的には、九流半島の内海原外以南は深国からイギリスに割上されたがそれよりも北側は1898年の点。 宅香港開始戦場により99年間の期限でイギリスに咀嚼された土地であるという違いがあった。1937年、当時の香港成長は、深海のうち、東から順に、李漁門、レイユエムンから東山大郎山、獅子山、筆加山、ビーコンヒルから、美誠新村、名府山中園のぼる線、島、ストンカターサイランドを結んだ線より、南側の地域を、 都市圏の拡張のため新旧流として定めた。今日の香港では新旧流という用語はほとんど使われなくなっており、この地域はもはや深海の一部ではなく、境限外の南北両側とも旧流の都市圏とみなされている。1997年に境限外を境とする活上地や咀嚼地とも一括で、香港としてイギリスから 中華人民共和国に返還されたものの現在でも、依然として法律上は、九流、新九流、新海の区分は変更されずに残されたままとなっている。九流市街内には、鉄道路線、地下鉄路線、バス路線などの公共交通機関が縦横に整備されている。また、以前、九流湾地区にあり、香港の玄関口として利用されていた。 旧香港国際空港、京都区空港、京都区エアポートは廃止され、1998年7月に、深海の乱闘島北側にあった島、赤角、チェックラップコック、チェックラップコック周辺を埋め立てて建設された、香港国際空港へ移転している。旧流地区を通る鉄道では、MTR がある。香港国際空港と接続する、機上外線。 エアポートエクスプレスは、急流駅が利用できる。また、MTR の紅駅は、広州や、富津山など、中国本土の都市へ向かう越境列車の発着駅となっている。バス便では、ダブルデッカーバスに代表される、急流バス、旧ともえなどの大手バス会社路線、マイクロバス運用による、ミニバス路線などがある。また、急流地区における、 タクシーの営業エリア別の車体塗色は、香港島などと同じく赤色である。急流地区から、香港島へは、ビクトリアハーバーを渡る海底トンネルが通じている。日本の鉄道用トンネル、地下鉄路専用、機上回線及び、MTR 東油専用、MTR1 専用、日本の自動車専用トンネル、海底水道、西区海底水道、 および一本の地下鉄路線と自動車道併用トンネル東区海底水道は MTR 将軍育線との併用の合計5本が開通している。またチムシアッツにある中、港客運等チャイナフェリーターミナルからは関東省の新線、四海、中山、甲州南佐、マカオなどへのジェットフォイル便、ターボジェットが発着する。急流地区で最も繁華な場所は 九龍半島を南北に貫通する、いよいよ厚道である。九龍はこの通りを都市軸として据え、その周囲をおおよそ5番上に区画している。最近では、1998年に、京都区空港が閉鎖されたことによる、九龍市街の高さ制限の撤廃に伴い、超高層建築でのオフィスや住宅、商店、ホテルなどが建設されている。またこれらが、 複合的に収容された施設、コンプレックスの計画や建設も多く見受けられる。本来、九龍の指す地域は、九龍半島先端のチムシアッチから、かつて香港が中国からイギリスに割譲された際、境界線となった場所にある街路の境原町までを、行ったが、市街の急速な拡大に伴い、現在では、深海南部や東部を含めた広域を指す場合が多い。 新九流を参照。香港でも新九流を含めて解説する。チムシヤッチを呼びスケアツしは、九流半島の先端に位置する外区で、いよいよ厚道の支店となる場所。深海方面からのバスが、この場所で集約される。また、香港島へ、ビクトリア湾を越えて渡る、スターフェリー乗り場も設置されており、交通の要衝となっている。かつてはここに、 香港最大の鉄道駅であった急流駅があり、この駅からは急行鉄路が発着していたが、現在は、チムシアッチシュロウと境内のみが史跡として残っている。現在急流駅は、急流半島中部の紅、れない、し、名称も暮れない駅となっている。旧急流駅の跡地には、香港文化中心、香港芸術館、香港富都市空間などの文化施設が建設されている。 シムシアッツは、香港で最も繁華な地区の一つでもある。世界的なブランドの高級医療品店、宝石店、ホテルなどが軒を連ね、香港のホテルで最高級の一つとされる、ザ・ペニンシュラ・香港も、この場所にある。一方、ゲストハウスと呼ばれる安宿や両外商が多く、集まっていることで知られる雑居ビルの重慶大化や、ビレート大化があるなど、混沌とした感も持ち合わせている。 また、チムシアッチとスケアッチとの境にある、急流公園には、モスクもあり、国際色豊かな地域である。地区の西側にある中、港客運、頭に付随する施設として、ホテルやショッピングモールを持つ中港城や、開港城などがある。いよいよ厚道沿いのヤウマ周辺は、観光客などが多く集まり、高級医療店や両外商、土産物店などが多い。 昼間から夜間には、ヤウマから、左間角の一帯に、露天章が現れ活気が溢れる。この中でも、特に四人街、通り災害、トゥーングチョイショートトンの露天は有名である。この地域のいよいよ、厚道上には、ネオン看板が無数にひしめき、いわゆる香港らしいとされる景色が広がる。また、香港の下町としての色合いも強く、地元色の濃い地域でもある。スケ 厚紙や左官閣といった地域と共に古くから営業する茶山町や麻雀層なども多い。左官閣は香港島にあるドラワンと並び香港で最も繁華な場所の一つである。花園街や西洋災害、左官閣中心などには最新の医療品店やスポーツ用品店が多く、軒を連ね、香港の若年層文化の中心地の一つとなっている。 また、専門の商品の販売に特化した雑居ビルなどもあり、この中では、GSM 方式の携帯電話機器やそれらのパーツ、コンピュータ関連機器、また主に、日本製のアニメやゲーム、漫画の関連商品、自家輸入品の他に、台湾のライセンス商品が多いなどを販売している、店舗が集まっている、信数中心や、先達広場、皆さかん飽きない場、 左官閣電脳中心といった雑居ビルなどが知られている。また2004年には左官閣の西側一帯を再開発し建設された複合施設であるランガムプレイスが完成した。高さ255.1メートルで地上59階建ての超高層オフィス棟を中心にショッピングモールや映画館ランガムプレイスホテルを有し付近の新しいランドマークとなっている。 左間隔はこれらの雰囲気から香港をさらに凝縮したような独特の情景を作り出している。左間隔には整備されたバスターミナルなどはないが、大手バス会社の路線が集約されているほか、多くのミニバスの発着点になっているなど、交通の要衝である。2007年12月1日までは、MTR と旧関東鉄に同じ名前の左間、各駅があった。両駅は、 多少離れており、この駅での乗り換えには多少の時間を要する。このため2007年12月2日に旧関東鉄が MTR 東鉄線となったのを機に、東鉄線の左間角駅が左間角東駅へと改称された両路線とも、急流津積駅が正式な乗り換え駅となっている。くは、八村ワンポア、数ノ候補などの企業が開発した広大な住宅群と、 旧高鉄路のターミナル駅である紅駅がある場所である。旧高鉄路の紅駅は以前チムシアッツィにあった旧流駅の代替として建設され、旧流駅と名乗っていたが、地上海線や東優先の旧流駅との混同を避けるため1998年に紅駅と改称された。また、2004年までは旧関東鉄、現、東鉄線の終着駅であったが、 戸狩東駅の開業により、中途駅となった。しかし2009年に、西鉄線と接続したことでくれない、トガリが、西鉄線に移管され、再び終着駅に戻っている。レアル、広州や、富津山など、中国本土の都市への直通駅境列車は、旧関東鉄延伸後もくれない駅を、発着駅としている。東側は、 住宅地があり高層アパートが立ち並んでいる。紅駅場の前には、香港体育館があり、各種スポーツ競技やイベントが行われている。九流城は、閉鎖された、京都区空港が隣接していた場所として知られる。九流半島の東部分が、香港の行政区分としての九流城区に含まれるが、競技には、九流斎場に近接する地域を指す。 この地にはかつて新町の軍事施設であった、九流災場、俗称、九流城災があったことでも知られる。違法に建て増しされた建造物が集まり、スラム化していた九流災場跡地は1994年に取り壊され、九流災場公園として再開発された。また、九流城は飲食店が多く集まる地域としても知られている。中華料理のほか、特に、 大料理の店舗が多くを占め、加えて店品を供する店が多数出店している。一方、九流場の西部に隣接する九龍流みは高級住宅地として知られ、アパートメントや学校が整然と立ち並ぶなど落ち着いた様子を呈しており、雑然とした下町という感のある九流場とは対照的である。かつてはブルースリーの邸宅も九龍流みにあった。 九龍湾から見、筒見にかけては、古くから開発されてきた住宅地である。超高層アパートが地下鉄路線沿いにのを連ね、周囲に広がる山の中原にまで及んでいる。海岸地域には閉鎖された京都空港が近かったこともあり、巨大な倉庫街や、かつて小規模工場として使われたビル群が広がる。付近には、香港コンベンションエキシビションセンターができるまで、 香港でも最大級の展示施設であった、香港国際展望中心がある。軽徳空港跡地は、閉鎖後しばらくは、空港ターミナルビルを有効利用し、ゴーカートやボーリング場といったアミューズメント施設や、自動車展示場、香港政府の合同庁舎などで使用されていた。ターミナルビルは、現在すでに取り壊されている。他に、休滑走路跡に、 セメント工場が建設されるのみで、長らく目立った工事は行われていなかったが、最近になって、旧空港用地はみ、筒見地区と共に、香港島のセントラルを上回る規模のオフィス街に、変貌させる開発計画案も出されるなど、再開発が始まっている。は、かつて古くからこの地で生活を営んでいた、タンミンなどと呼ばれる、水上生活者がひしめいていたものの、 近年の急速な開発に伴う沿岸地区の埋め立てが進んだことや香港社会の近代化によって現在ではその姿を見ることはない。は、アジアでも有数の電気街があることでも知られる。日本の代表的な電気街で世界で最も大きいとされる東京の秋葉原やそれに次ぐ大阪の日本橋ほどの規模ではないものの拡大が続いている。電気街は鴨両街。 アップルショートトンなどの新品や中古を問わず、電気器具を扱う店が中心となって形成され、近年ではコンピュータやそれらのパーツ、携帯電話などの先端機器を扱う店が台頭するようになった。高登り電脳を中心、シャムシュイポーゴールデンコンピューターセンターや、黄金電の商い場、ゴールデンコンピューターアーケードなど、それらコンピュータ機器を専門に扱う雑居ビルも存在する。 さらに、最近では、左官角同様にアニメやゲーム、漫画などの関連商品を売る店も出始めている。最近は、近くの市場外と隔絶され減ってきているが、蛇の食材店が何店もあることでも有名である。また、ショッピングセンターを備えた、大規模な室内型の遊園地、西急流中心があり、周辺には安価な衣料品を売る小売店、卸売店も多い。 西急流では大規模開発が進められており、敷地のほとんどが埋め立て地と言っても過言ではない。埋め立てが始まる前までは、船舶を台風などの好天から避難させる日風包み、台風シェルターという鳩場が多く設置されていた。培船門、ザーッチや経店半島、ソレントなどの高級な高層住宅がある。域内の急流駅からエアポートエキスプレスで、 香港国際空港に直結し、また、MTR 等優先で、ビジネス街の中間駅へ一駅であることから、近年これらの高級高層住宅は、日本人や韓国人ビジネスマンが多く住んでいる。また西九流には、シテゴルフと呼ばれる打ちっぱなしのゴルフ練習場があり、中国へ接待ゴルフに行く、日本人駐在員の間で、ゴルフの練習場として、よく利用されている。 香港国際空港へ直通する、機上回線を利用するには、MTR の急流駅が利用できる、クレナイにある、MTR クレナイ駅、旧急流駅ではない。急流駅上には複合施設のユニオンスクエアが、建設中である。この施設には、オフィス棟と、ホテル棟とを、おもとする、高さ484.0メートルで、地上108階建ての超高層を建築。 環球貿易広場がアメリカ合衆国の設計事務所 KPF の設計により2010年春行に向け建設中で完成すれば香港で最も高いビルとなる予定である。このビルをはじめ周囲にはその多重数棟の高級超高層アパートメントが建設中である。この他に西急流メタテ地では2010年頃の完成をもくみイギリスを代表する 建築家であるノーマン・フォスターや日本の丹下建造、都市、建築設計研究所などの手により、文化施設群及び西急流博物館群計画が起こされている。ここには、現代美術館、劇場、映画館、ホール、会議場、展示場、スタジアムなどが建設される見込みで、香港の芸術都市の立地を目指して建設される見込みである。大津の祖は、 MTR 東遊線の奥運駅を挟んで東西に分かれ、東側はヤウマティ地区や左官各地区と隣接する古くからある下町地域である。また西側は西九流と同じく、そのほとんどが埋め立てによって得られた土地であり、香港上海銀行や中国銀行などが入居する数棟のオフィスビルがあるほか、多くが超高層アパートを中心とした住宅区域で占められている。 また、奥運駅の駅名は当初大津の祖駅となる予定だったが、長瀬島出身のヨット選手であるリー・ライシャン、リー・レイさんが、1996年のアトランタオリンピックにおけるヨット競技のミストラル級にて、香港、当時はイギリス領代表の選手として、初めて金メダルを獲得したことにちなみ、奥運、オリンピックと名付けられた。急流の美術、音楽、 ファッション、スポーツについては、香港文化を参照。香港映画やテレビ番組など、コンテンツ産業が盛んな香港において、香港の区域に組み込まれている九龍はしばしば、撮影地や舞台として登場する。また、日本における映画や番組、アニメやゲームなどのコンテンツにおいても九龍が舞台となっている、作品が存在する。 1980年11月30日までは中国からの密航者は九龍の島市街地まで入れば香港の居住権を与えられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。